私の名前は日向。現在二十歳の大学生だ。生まれながらに病弱で、中学までは学校も休みがちだった。なんとかして波の体力をつけたいと思った私は、高校に進学すると部活を始めた。だが、休みがちなのは変わらず、自分の居場所が作れないままだった。そんな自分が嫌で、なんとかしたいと絶望していたある帰り道、ボクシングジムが目についた。通学路にあるジムなのだから、急に現れたわけもなく、どうして今まで気がつかなかったのかと不思議だった。だが、毎日通っているうちに、ジムの中で汗を流している練習生の姿が美しく見え、私も頑張ったらああなれるのではないか。そんな気がして、ジムのドアを開けたのだった。あれから4年、ボクシングにどっぷりハマった私は、今はとても健康になった。おかげで、大学生活も楽しく、友達もたくさんできた。さらに、彼氏なんて絶対にできないと思っていた私に、なんと彼氏ができたのだ。付き合い出して2年になるが、こんなに幸せでいいものかと思うほど幸せだ。そんな彼の名前は東也。私と同じ二十歳だ。彼は中学時代は不良少年だったらしく、当たり構わず喧嘩に明け暮れていたそうだ。学校にもほとんど通わなかった彼は、中学を卒業すると就職した。工場に勤める彼と大学生の私に接点はなく、どうして知り合うことができたのかというと、それはボクシングジムだった。私がジムのドアを開けた時、彼はアマチュアとしてリングに立っていた。幾多の試合を勝ち進み、仕事が終わってからも休日も関係なく練習していた。練習に汗まみれになりながら、遊び半分にジムに通う練習生の相手をしてくれる。いつでも優しく、明るい彼を好きになるのは簡単だった。私から告白し、断られても断られても突撃し続けたのだ。そして、とうとう東也の心をつかんだ私は、彼が立つリングには欠かさず応援に行くようになった。彼は私にとって最高の王子様となったのだった。だが、付き合って2年、旅行に行くこともあるのに、未だにその先に進むことがない。私としては大学卒業を待たずに東也のお嫁さんになりたいと思っているが、東也としては結婚という意思はないらしい。あと2年で大学も卒業するのだし、必ずや東也の気持ちを変えてやるという強い思いを持って彼と共に練習に励んでいる。そして今日も東也と一緒に旅行に来ているというわけだ。付き合わしちゃって悪かったね。私から一緒に行きたいって言ったんだからいいの。東也といられるならどこでもいいんだもの。ああ、でも今回のは旅行っていうよりも俺の友達に会いに行くだけだったから。それでもいいのよ。東也の友達は私の友達なんだから。それにとても素敵な人だったし。ありがとう。そう言ってもらえると嬉しいよ。あの人が東也がボクシングをやるきっかけになった人だよね。ああ。吉尾さんがいなかったら、俺は今でもしょうもないバカしてたと思うよ。吉尾さんというのは15歳も上の男性だ。東也がやんちゃしていた頃に知り合い、そんなに喧嘩がしたいのならリングで戦ってみろ、とボクシングへの道を開いてくれた恩人なのだという。でも、とっても喜んでくれたね。オリンピック選手が来てくれたって。オリンピックで金メダルが取れたのも吉尾さんのおかげだからね。喜んでもらえたのは嬉しいけど、俺としてはなんか違う気がするよ。実は、東也はオリンピックに出て金メダルを取ったのだ。その報告のために、今回は遠路はるばる訪ねたというわけだ。彼女を連れてきたのかって驚かれたけどね。私が一緒に行かなかったら、お酒でも飲んで楽しい夜を過ごせたよね。ちょっと申し訳なかったかな。それはそれ、これはこれ。気にすることないよ。そんな話をしていた時だった。急に目の前に4人の男たちが現れたのだ。男たちはどう見ても17歳から18歳。ニヤニヤと嫌な笑いを浮かべてチャラチャラした服装をしている。隣の彼女可愛いな、置いてけや。どう見ても生きがってる不良少年4人組。さすがにボクシングをやっていると言っても不良を相手にはしたくない。嫌だなぁと思っていると、不良たちはさらに言葉を続けた。
なんだよ、俺たちにビビってんのか。そりゃそうだよな。この辺で俺たちを知らない奴はいないくらいの有名人だし。その女を置いていけば悪いようにはしないからさ。俺たち暇なんだよね。つまりは女狩り。トーヤを見ると全くの無表情だ。お前たち、そんなクソのようなことをしていないで、家に帰ってママのおっぱいでも吸ってろ。無表情なのに相手を煽るような言葉。こんな時は黙っていた方がいいと思うのだが、トーヤの性格ではそうはいかないらしい。ふざけたこと抜かしやがれ。俺たちに勝てると思ってるのかよ。こんなヒョロヒョロの癖してさ、払わせるなよな。確かに見た目はヒョロヒョロだ。これが夏ならきっと腕についた筋肉で相手はこんなことは言わなかっただろう。だが今は冬だ。すべてが洋服に隠された上にコートも着てるわけだ。旗から見たら単なる痩せた男だ。あんたたちやめた方がいいよ。やめた方がいいだってよ。お姉さん、そんなのと遊ばないでさ、俺たちと遊ぼうよ。そうそう、楽しいことしようよ。楽しいこととは何だろうか。恐ろしいことしか想像できない。そんな喧嘩もできないような男といたって楽しくないっしょ。俺たちの方が絶対いいって。男たちはニヤニヤと笑みを浮かべながら近づいてくる。このままでは大変なことになる。もしトーヤが手を出したら一発で選手生命が絶たれてしまうのだ。それだけは絶対に避けなければならない。逃げよトーヤ。逃げられると思ってるのかよ。自分の女も守ることができない男より俺の方がずっといいって。いや結構です。私がそう言った時、少年の一人が手を伸ばし私を掴んだ。殴ろうかと思ったが、ここで手を出したら次に手を出すのはトーヤになる。私一人で四人は倒せない。そうなったら次から次へと最悪な展開が頭を駆け巡り、どうしたらいいのかと考えるが、いい考えなど思い浮かぶはずもない。その手を離せ。はっ、弱っちいくせに何すごんでんの。どうせ泣きながら逃げるだけなんだからさ、今のうちに逃げちゃえば。女だけ置いていけばお前には興味はねえんだよ。あ、財布置いてけよ。それで許してやるから。なるほど、女と金か。トーヤ冷静に。大丈夫だ、こんな奴ら指一本だ。そういうことじゃないから、手を出したらダメだよ。そうはいかないだろ。自分の彼女も守れないような男じゃないってことをこいつらに教えてやらないと。ダメ、そんなことしたら大変なことになる。私のためを思うなら手を出さないで。あんだあんだ、お涙ちょうだいかよ。流行らねえ。お前ら、覚悟できてるんだろうな。え？何偉そうに言ってんだよ。あ、やべえ。え？何がやべえんだよ。こいつ、オリンピックで金メダル取ったやつだ。え？オリンピック？半の種目だよ。オリンピック打ったって、水泳とかか？そんなの怖がることねえじゃん。バカ、ボクシングだよ。ボクシングの金メダリストだと分かった途端に、少年の顔に恐怖の表情が浮かんだ。さすがは金メダリストだ。と思ったのもつかの間、少年の一人が言った。ってことはさ、こいつ手出せねえんじゃん。あ、なんで？マジでボクシングしてるやつが拳振るってみろよ。傷害罪だろうが、選手生命終わり。ああ、そっか。そんなことしてまで女を守るわけねえか。お姉さん残念だったね。言ってることは当たっているが、本当にそうなるとは思えない。万が一トーヤがその気になったら、こんな不良など半殺しにしかねないのだから。あら、お姉さんこっちに来いよ。お兄さんは財布出しなよ。オリンピック選手なら財布の中にはたんまり入ってるんだろ。彼女から手を離せ。どうせ手も足も出ねえんだろ。あんたこそ逃げた方がいいんじゃないの。あんたたちそんなに煽らないで。この人が本気になったら、あんたたち殺されるわよ。オリンピック選手なんだろ？そんなことできるはずねえよ。オリンピックを評価するのはいいが、所詮は人間だ。限度を超えればどうなるか。その辺のことがまるで分かっていない。オリンピックで金メダルということは、この拳が炸裂したら。本当に怒らせたら見境なくなるから、あんたたちボコボコにされるわよ。危ないからやめなさいってば。なんか必死。そりゃ必死にもなるわよ。お前、その手を離せって言ってるのかわからないのか。とうとうトーヤが相手の少年の手首を掴んでしまった。
その握力といったら大変なものだ。その通り、少年はあまりの痛さに手首をつかまれただけなのに、痛い痛いと叫んでいるのだ。その叫びを聞いて、他の少年たちが、そんなことしたら選手生命がなくなるぞ。残念ながら手首を握っただけだ。こんなもんで選手生命が切れるはずないだろ。くそ。少年の一人がパンチを繰り出した。これで殴り返したら。そう思った時、トーヤがひょいっと身を避けた。ダメだな、そんなパンチの出し方じゃ。喧嘩ならば当たればダメージがあるだろうが、それは不良同士にしか通用はしないぞ。なに?本気で殴りたいなら、それなりの基礎が必要なんだよ。お前たちのような喧嘩できればいいという考え方じゃ、俺を殴ることはできない。ましてダメージを負わせることも無理だな。まぐれで当たったとしても、蚊が止まったくらいなもんだ。ふざけるな!そう叫んだと思ったら、トーヤではなく、私の方に突進してきた。そして私を捕まえると、じりじりと後ずさりを始めた。周囲からは、あっという声が聞こえたが、私も思わず悲鳴が上がった。ひなた、こういう時のパンチだろ?いや、そんな余裕はない。前から来た相手なら、パンチをお見舞いすることもできるが、現在抱きしめられたくない相手に、後ろから抱きしめられているようなものだ。ここで恐怖を感じないようなら、女をやめている。しょうがねえな。あんのために日頃から練習してるんだよ。確かに、暴漢に襲われた時のためというのはあるが、こういう状況は想定外だ。だったら、ボクシングではなく、護身術を習えばよかったと後悔が湧く。おい、汚えことするな。女に手を出すとか、男として最低だろ。何しようと勝てばいいんだよ。ま、確かに不良少年としてはそうだろうな。だが、このままだとお前は罪に問われるぞ。刑務所に入りたくはないだろ。そんなもんが怖くて、不良なんてできるかよ。結局女を取られたら何もできねえんだ。お姉さんも残念だったな。所詮はこういうやつなんだよ。そうそう、だからおとなしく俺らと遊べばよかったんだよ。この状況では手も足も出ないだろうと思っている不良少年は楽しげに笑い始めた。あとはいたぶるだけだと思っているのだろう。トーヤの方は相手の隙を伺っているのか無表情だ。だが目だけはキョロキョロと動き、真剣そのものだ。その時、一人がトーヤに近づいた。ほら兄さん財布どうせよ。しょうがないな、負けたよ。そう言ったかと思うと次の瞬間、不良少年の手首を持ち、後ろにねじり上げた。これで状況は同じになったな。彼女を離せ。何やってんだお前。しょうがねえだろ。こうなるなんて思ってねえ、もう。せっかく俺が女を奪ったのに。どうする？このままこの手を折ってもいいんだぞ。やめてくれ。だからやめろって言ったのに。嘘だろ。ボクシング選手を甘く見ない方がいいのよ。彼の握力は笑えないんだから。マジかよ。あのままだと、あの子の手は骨が砕けるわよ。そうなったら、あの子は片腕をなくすことになるわよ。あんたはあの子の一生を背負うことになるけど、それでいいの？どうしたらいいんだよ。私を離せばいいのよ。なんでなんだよ。あんなに細っこい体なのに。体が細くても鍛えてるからね。やべえ。おん、やべえよ。だから離してよ、この手。でも、言って、早くその女を離せ。俺の腕が折れる。ほら、早くした方がいいよ。後で後悔するよりも、今手を離してくれたら、それで終わるんだから。少年は私から手を離したが、その時に。なんであんな強い奴がこんなところにいるんだよ。という言葉が聞こえてきた。そりゃ誰だってそう思うよね。その辺を歩いている人のほとんどが格闘技なんて身につけてないだろうし、トーヤのような人に出会うなんて滅多にないことだろう。だからこそこんな無謀な暴力に出ることができるわけだけど。私が解放されると、トーヤも少年から手を離した。これで少年が逃げてくれたら全てが終わる。そう思ったのだが、どうやらそうはいかなかったらしい。バカ野郎、何をむざむざと捕まってんのよ。いや、マジであいつ強えんだって。だからって、こっちは4人なんだぞ。4人もいるのにどうして1人に負けてんのよ。確かにその通りなんだけどね。トーヤはと見てみると、薄ら笑いを浮かべていた。
私が解放されたことで、またしても余裕が戻ってきたらしい。それはいいのだが、絶対的にこの状況を楽しんでいると思う。私としてはもう終わらせて帰りたいんだけど。じゃ、俺の強さも分かっただろうから、お前ら帰れ。なんと、またしても煽ってるじゃない。そんなことを言われたらきっと倒そうとしてくるって。思った通り。パンチだけが喧嘩じゃねえんだよ。そう言って手に持ったのはナイフ。へっぴり腰でただ振り回すだけのナイフだ。だが刺されたら大変なことになる。どんなに鍛えた体とは言っても刃物には勝てないだろう。ところが、トーヤは面白そうに笑っているのだ。なんで笑ってるの？あまりのことにそう聞くと、いや、俺もこんなだったよなって思い出しちゃって。余裕がありすぎる。この状況下で昔を思い出して笑うなど、この人はどこまですごいんだろう。だが、だんだんと周りには人が集まり出しているのだ。喧嘩だと口々に言っているが、その中の誰も警察に連絡している様子はない。それなら私が警察に連絡しようと携帯を取り出したが、なんと間抜けなことに携帯が手から滑り落ちてしまった。どうやら私は緊張と恐怖でパニックを起こしているらしい。冷静にならないといけないのは私の方だ。携帯落ちたぞ。今拾ったらナイフが飛んできそうでやだ。確かに。こいつどこまで余裕かましてんだよ。面白くね。そう言ってナイフを持った少年が塔やめがけて突進してきた。それをひょいっとかわすとナイフを持った手を叩いた。塔やとしては軽く叩いたようだが、叩かれた少年はかなりのダメージらしい。思わず大丈夫？と声をかけたくなった。何しやがる。わあ、やっちまおうぜ。こっちは刃物があるんだから3人でやれば勝てる。そうだな。そう言ってじりじりと攻めてくる少年たち。一方のトーヤは私に下がっててというだけで身構える様子もない。完全に少年たちを甘く見ている感じだ。これでもし刺されたら。そう思っていると三人が突進してきた。だが走り始めた瞬間、警察官の姿が目に飛び込んできた。どうやらやめろと叫んでいるらしい。やべ、逃げるぞ。そのまま走り逃げようとしたとき、ヤジウマの一人が少年に足を引っ掛けた。次の瞬間、一人が大きく転び、一人はヤジウマに首根っこをつかまれていた。もう一人は警官に背負い投げされて地面に叩きつけられた。残りの一人はと探してみると、人混みをかき分けて逃げていってしまった。仲間を掘って逃げた。不良少年なんてそんなもの。警察官が応援を要請し、すぐに少年たちはパトカーに乗せられて連行されていった。ところで、誰も警察に連絡している様子がなかったのに、一体誰が？しかも、刃物を持った少年の足を引っ掛け、首根っこを捕まえた野獣馬は誰だったのか。そう思っていたら、当の本人がやってきた。いや、オリンピック選手なんだから、ああいう時は逃げろよ。勝てると思ってもさ、相手は刃物を持ってるんだから。吉尾さん、どうして？えらいこと人だかりができてるって、練習生が騒いでたから見に来たんだよ。そうしたらお前が不良に絡まれてるじゃないか。最初は見物してたんだけど、刃物取り出したし、彼女が怪我してもかわいそうだからさ、警察呼んだんだよ。そういうことだったのかとガテンは言ったが、それなら見てないで、最初から警察を呼んでほしかった。お前ね、いくら強いからって、喧嘩したら社会的に抹殺だよ。俺は言っただろ。ボクシングやるってことはそういうことだって。すいません。次からはとっとと蹴りをつけます。バーカ、いい加減にしろ。本当にいい加減にしてほしい。その後、トーヤは吉尾さんに散々説教をされた。しかし吉尾さんの顔はどこか楽しそうだった。きっと、トーヤがやんちゃしていた頃のことを思い出したのだろう。では、あの不良少年たちはどうなったのか。どうやら常習犯のようで、少年たちに襲われた女性はかなりの数だったらしい。被害届も出ていたこともあり、少年刑務所に送られたという。ところが、トーヤとのあの一件で、トーヤに憧れを抱いた少年がいたようで、トーヤ宛に手紙が来たのだ。その内容は、少年刑務所を出たら、自分もボクシングをやりたいというものだった。そしていつか、トーヤのようにかっこいい選手になりたいという。
へえ、あれで更生しようと思う子ができたんだ。そうだね。なんか思い出すな。吉尾さんと出会った時のこと。あの時もこんな感じだったな。どうやら、東也も吉尾さんに憧れてボクシングの道に入ったようだ。一人でも更生の道がたどれるならば、それは素晴らしいことだ。この先も、東也のそばで更生していく不良少年の明日を見届けたいと思う。そのためには結婚しないと無理だろうな。東也の小さな独り言が私の耳に届いたが、それはまた別のお話。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。